て戻ってきたわね。このねぐらに帰るなんて変な感じだわ。待て、誰か来るぞ。お前たち、もしかしなくてもどこかへ出かけていたようですわね。答えなさい、どこへ行っていたの。ですね、ちょっとすぐそこを散歩してただけ。最初別のことを言いかけなかったか。そんなことないよ。すぐそこだろうと家から出ちゃダメって言ってるでしょ。あなたたちと来たらいつもいつも。そういえばそこで優しい魔女のお姉さんに会ったの。優しい魔女のお姉さん、まだ他に魔女がいるのか。そのあたりに顔を見せる魔女と言ったら探求堂のズバーハのことかしらね。優しいとは言えないと思うが。たまたま機嫌が良かったのかもしれませんわね。で、その…それはそうと、どうしてこんなに早く戻ってきたの？それについては、今から説明するわ。とにかく、中に入りましょう。というわけで、途中で連れて帰ってきたの。ファルが使い物にならなかったくだり、何の遠慮もなく、はっきりと言い切ったな。ごめん、ミネサ姉の言う通り、私が口ほどにもなかったってこと。ファルちゃん。ファル。あのな、ファル、私初めての狩りの時は全然平気だったなんて言ったが、あれは嘘だ。ものすごく怖くてガタガタ震えてたし、一緒にいた他のみんなの足を引っ張りまくった。今日のファルと大差ない。だから落ち込む必要はない。あれくらいで普通なんだ。カリカロね。そもそもファルはルルータの一件で早く一人前にならないとって焦ってしまったのでしょ。意気込む必要はありません。もっと肩の力を抜いてゆっくりでいいですわ。ラポネ、私からも一言いいかしら。はい。まず今日はよく頑張ったわね。でも私何にも。自分から帰りたいっていうこともできたのに、あなたは最後まで諦めなかった。それはすごいことよ。早く姉になりたいようだけど、何も竜を狩ることが魔女として一人前の証になるわけじゃないわ。まだ戦うことができない目下の子たちの面倒を見ることができなければ、いくら強くても誰も一人前だとは認めてくれないもの。だからしばらくはチキータたちと留守番して、きちんと面倒を見てあげて。家を守ることも大切な役目よ。ミネッサね。安心しなさい。あなたのことは私がちゃんと鍛えてあげるわ。うん、シャルロッタ、早速私を鍛えてちょうだい。ああ、ファルだけシャルロッタに遊んでもらうつもりか。ずるいぞ。こらチキータ、さっきまでの話をどう聞いたらそんな風に思うの。どうなることかと思ったが、より結束が強くなったみたいだな。お兄ちゃんも一緒に遊んでほしいのです。ああ、今行くよ。こうして一緒に過ごしていると、魔女を異質で相入れないものだという考えが薄れていく。とはいえ、ずっと魔女のままでいられるかといえば、それはまた別の話だ。何としてもこの身にかかった呪いを解く方法を見つけ出さないとな。ああ。
ちょっとカリカロ、どこに行くんですの？え、なんだ？なんだじゃないよ。今フラフラーっと外に出て行こうとしてたでしょ。しっかりしろよな、カリカロね。ごめん、ぼーっとしてたみたいだ。カリカロちゃん、大丈夫なのです？なんだか顔色が悪い気がするけど。気分が悪いなら少し横になってはどうだ。よせって、みんな揃いも揃って心配しすぎだっての。そうね、心配する必要はないわ、すぐ治るもの。ほらカリカロ、これが欲しくて外へ行こうとしてたんでしょ。これは竜の肉？あなたがお腹を空かせてるみたいだから、新鮮な部分を取っておいてあげたの。食べたら気分も良くなると思うけど。あっ、カリカロね。もしかしてずっと食べていなかったんじゃ。きっとそうね。いい食べっぷりじゃない。本当に飢えていたような食べ方だな。周りも見えていないようだ。どう？美味しかったかしら？私は食べてしまったのか？竜の肉を。あれだけがっついておきながら何を泣きそうになってるの？おい、シャルロッタ。なーに？食べなかったら食べなかったで狂気に侵されてしまうんだから仕方ないじゃない。そう言われると何も言い返せない。魔女に救いはあるのだろうか。